こんにちは。ゼルダの伝説シリーズプロデューサーの青沼です。ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド続編の発売時期に関してお知らせがあります。本作は2022年に発売を予定しているとお伝えしていましたが、開発にもう少しお時間をいただきたく、発売を2023年春に変更させていただきたいと思います。楽しみにお待ちいただいている皆様、大変申し訳ありません。続編の舞台は前作ブレスオブザワイルドでの地上フィールドだけでなく、空の上にも広がると前回お伝えしましたが、拡張された世界はそれだけではなく、そこで皆さんを待ち受ける新たな出会いや新たな遊びも前作以上に多彩なものとなっています。そうした続編での体験を特別なものにするべく、開発チーム一同引き続き総力を挙げて取り組んでいきますので、どうか今しばらくお待ちいただければと思います。今回のお知らせは以上となります。ありがとうございました。